崩壊前の駅舎改装前の駅舎建物上部に、ホームの照明灯が見えるホームから見た村の風景。写真右手に、宝珠山小学校、2011年3月31日廃校、が見える、大行事駅は、福岡県朝倉郡東宝村大山宝珠山にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅。 2017年7月5日の九州北部豪雨で大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り、被災前の状況を記す。東方、村、役場宝珠山庁舎の最寄り駅であり、旧村名を駅名とする宝珠山駅よりも役場に近い位置にある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。彦山駅夜明け駅間で、 列車交換が可能な唯一の駅となっている。ホームは築堤上にあり、駅舎からホームまで77段の階段を上り下りすることになる。ただし、緩やかな坂で迂回する経路もある。九州北部豪雨で崩壊した駅舎は、古い木造で無人駅となって、以後の2008年に東方村へ譲渡され一部が喫茶店として使用されていた。 駅舎は改修されており、瓦の吹き替えなどが施されていた。2019年12月に駅舎が復元され、駅名の大行事にちなみ、行事の筆頭である立行事第41代、四季森伊之助による記号の駅名が掲げられ、柴田山親方ら大相撲関係者が、式典に参加した。駅前の小道を150メートルほど西に,に進んだ場所に、 国道211号が通っている。同国道は、この交差点付近でカーブし、駅より南側では、北彦山線と、並行し、北側では、北彦山線と分かれて北西へ通っている。この国道沿いに、東方村宝珠山地区の中心集落が、形成されている。ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地第零七号。 朝日新聞に出版、2012年9月23日、27ページ。ABCD ゆげしのぶ、福岡鉄道風土機足処房、1999年1月16日、175ページ。ISBN47 億5120万7334。ゆげしのぶ、福岡県、JR 全駅や足処房。 1993年10月15日、204から205ページ。ISBN47 億5120万5293。通報日差し大本線南久留米駅ほか13駅の駅員無配置について。鉄道広報、P2、九州の鉄道100年記念市鉄輪のとどろき九州、鉄道100年祭実行委員会、100年市、編纂部会。 九州旅客鉄道、1988年、初版、181ページ。7月5日からの大雨による日田彦山線、久市大本線の被災状況について、九州旅客鉄道株式会社エビーコアレ、流され東方村、地区70年以上の駅舎無残遺棄の場、なんとか、元に、九州豪雨一週間西日本新聞。 ひたひこ参戦車両撤去九州豪立王城。読売新聞西部有観、P1 オリジナルの2017年10月26日時点におけるアーカイブ。h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 7 1 0 2 6 0 7 5 1 5 h t t p 読売 COJP 九州ニュース。 20171025イズ1 t 5 0 3 9 HTML from イコールテイラーワッツハットエビ鉄道復旧願い駅舎再生 JR 日田彦山線大行事駅産経新聞オリジナルの2019年12月22日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 1 2 2 2 0 6 4 0 2 0 h t t p s w w w s a n k e i c o m s m p r e g i o n n e w s 1 9 1 2 2 2 r g n 1 9 1 2 2 2 0 0 5 s 1 h t m l 2 0 1 9年12月25日閲覧 北彦山仙台港輸送の停車場所、北彦山仙台港輸送について、ありがとうございます。